技術高いですよね。これは強い当たりになりましたが、プリンスを追って、プリンスを追ってフェンスについて見送った。秋山にホームランが飛び出した。今シーズンの第2号。スクワット応援でエールを送ったレフトスタンド、その応援が届き、秋山の打球を運びました。3対1、リードを2点に広げたカープ。そしてさらに打率を上げました秋山。この時間は疲れにユースケル購入でおなじみの佐藤製薬がお送りするジャビットスーパーバズーカです。佐藤製薬のキャラクター佐藤ちゃんと秋山狙ってくるか、狙ってきた、センター前に抜けた、ランナー1人、そして2人帰ってきた。秋山のバットでカープが追加点。カープの恐怖の3番バッター、また打率を上げた。カープ追加点。リードを4点に広げましたカープ。もう2ボール、そして満塁ですので、ストライクゾーンにバッテリーとしては行かざるを得ない状況で、しっかりと秋山打ち返しますね。やっぱりこの辺りが凄さですよね。しないですよね。でまたある程度こう強く振りに行けるカウントではあるんですけども、強く振りに行きながらも打ってる方向はセンターなんですよね、はい、その前のホームランも3ボール1ストライクから強く振ってるんですけど、